大阪府は新たに32人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。32人のうち感染経路がわからない人は21人です。独自基準、大阪モデルの警戒を呼びかける気信号の基準に達したため、午後8時に気信号が初めて点灯することになります。